はい、やってきました。またまたね、ようやく昨日コンガも倒したちゅうことなのでね、行ってみましょうか。飛ばしますね。ここは何回も見たらでも飛ばしますよ。いけるかな。で、だいぶ地図は書いたので右から行きましょう。移動、進む、移動、左を向く、移動、進む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 。まずと、いかにか光ってきまっすぐな状態を、ここを自分で何となくわかってね、この段階でもよくわからないことが判明しまして、ここからあなたの曲がり道があるんで、自分の地図から行くとここを右に曲がると、まあ、壁ね、一回左向いて、もう一歩前に進んでたら右か、右、ね、押すると、そやね、進む、ここを右に向くと、何かの場所があって、あれ違うと思ったんだ。行きまい、おやおや、移動、14分、走る、すぐ右を向いたはずなんだ。もうすでに前か、移動、ここに右を向くと、進む、おやおや、進む、右、進む、進む、進む、ここのところを左に向くと、どうだろう、ここ一回来たんだとね、ここを、右行く、で、進む、進む、進む、あ、間違えた、進む、移動、右を向く、そうすると、こうなってないか、進む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 、で、行き止まりやもんで、こいつを、あ、間違えた、どっち向いた、後ろ向いたもんね、なんでクソ、後ろ向いたんだよ、曲がったよ、行き止まり向けばいいか、右を向く、取り上がった、どこ、ここ、進む、違うけど、ドラムボタンとね、じゃあここやね、ちょっとね、こんな感じ、こうなったので今移動、進む、もうすでに迷子か、移動、ここで右を向くと進む、おやおや、進む、右、進む、進む、ここ失礼しました。どうやらタンバリン倒したつもりがタンバリンを倒せてなかったみたいです。タンバリン、タンバリンか、倒してなかったっけ。話すタンバリン、俺様ボールを持ってるぜ。もう多分タンバリン、コンが倒せたね。タンバリンなんて余裕ですよ、多分タンバリンなんてもう余裕ですよ。タンバリンなんてね、タンバリン、あれ強えか、おかしいぞ、やばい、必殺技だ、魔法法は気候法、やばいか、大丈夫大丈夫ね、貴重残像剣で対処しておきましょう。タンバリン倒しなかったかね、タンバリン、ててれてれれれれ、あ、おかしいな、また弱いカードばっか出てきた、おかしい、やっぱ弱いんかな、スピード上げんとね、スピードに振り分けんとなかなか勝てんという、あ、やべえねこりゃ。でも防御7なので避けてくれるでしょう。ダメでした。でも11位ぐらいだね、まだ。おかしいね、弱い角ばっかや。よいしょ。8やもんな。おかしいな。コンガに勝ったんやけどな。よし、倒した。調べる、タンバリン、ドラゴンボール、ドラゴンボールの三神柱は持っていました。トール、ドラゴンボール、いえ、調べる、なんか食べ物持ってませんかね。移動、戻る、ほんでタンバリンを倒したので、タンバリン
カリン倒してなかったね。倒したな気がしとったんやけどな。タンバリンがここだったので、移動進む、移動左を向く、移動進む、移動進む、これ取れるか、これ取れるな、移動進む、移動右を向く、移動進む、移動進む、移動右を向く、移動進む、移動進む、移動進む、移動左を向く、移動進む、移動進む、で、この大魔王がおるはず、弱いことばっかりな、勝てかな、移動進む、移動左を向く、進む、あったね、やっぱり移動進む、行きましょう、使う、食べ物、使う、食べ物、使う、食べ物、行きましょう、どう、移動、ドア、オッケー、ビクロ、やってくれな、静かなくせに、証拠もなく、証拠にもなく、証拠にもなく、証拠にもなく、このビクロに逆らうとは覚悟できておるだろうな。証拠も証拠りもなく証拠にもなくなくて証拠りもなくこのピッコロに逆らうとは覚悟はできておるだろうな。とりあえずどんなもんかやってみましょう。ちょっと必殺技絡めとくか。来い来い。さあどんなもん通用するか。全然通用しんか。結構効くやん。効果が強いのか。ゴー。あーダメか。強いかな。お、5のダメージ。勝てるかもしれんな。必殺技来い。来い。儲かった。いやー、どうよ。あ、それ食らうやつや。でもそう食らわんな。コーンがよっぽど強かったな。来い。儲かった。この、なんや、すごい技やな。それ食らうやつや。効果が強すぎたな。おうおうおう。2枚ならいけるかもしれない。いけいけ。ニョイポーなら強いわ、結構。強烈な一撃。そうでもないな。強えな、やっぱり。ピッコロ大魔王ぐらいになると。そのカードはずるいな。1とか出さなかった。オッケーオッケーオッケー。いいよ。5のダメージなら良い。はい、弱いカードばっか出てきたね。はい、よし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 、パンチやら普通の。よし、それなら効く。それにしても、ピッコロ大魔王の、雑やな。ほっ、オッケーオッケー、いいよ。倒していこう。もう、ドラゴンボールクリアしていこう。ラニッツとアラレちゃんには、もう、関わらんようにしよう。4枚の勝負か。きついな。来い。うわぁ。何？目から光線？避けろ。いいね。なかなかいいよ。結構食らったな。うわぁ。カードを使って回復させよう。ねえ、やばいね。これやばいね。当たらんかな、1じゃ。当たったね。まだある？うわぁ。避けろ。避けろー。あー、それ一番効くやつや。何しとんの。一回回復しようかね、弱いで。カードを使う。はい。お助けカード。生命力が10上がってもな。完全回復。完全回復やね、やっぱり一応。2枚の、来い！さすが。余裕は結構来るよ。当たれ！いいね。さあ、来い！うわぁ、全然来んかった。気候法、本気やて。避けろ！いいね。ちょっと避けたよ。いい。
32か、むちゃくちゃ食らったな。とりあえず2枚でいっとくか。勝負来い。オッケー、もう一番強いです。逆カメハメハ、もう全力やって全力。いいね、46来い。おっしゃ、逆カメハメハ。もう絶対ラディッシュとアラレちゃんが戦わない。ラディッツか、来た。まだ倒れんか、強いね。ちょっとずついこうかね。来い、おし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 。それ当たらんね、そのパンチ一番当たらんやつや。当たった、倒した、イエーイ。ふぅ、866アップした。じゃーし、破ったね。コンが強かったな。悟空は宿敵ピッコロ大魔王をやっとの思いで倒しました。そしてとうとうドラゴンボールを7個全部集めることができました。悟空、シェンロンよ、出てきておくれ。来た、感動や。もういいら、ダメ、ここで終わっちゃダメやね。ラディ、シェンロンは悟空の願い事を叶えてくれました。そしてピッコロと共に暗黒魔女は消えてなくなりました。悟空はヤジロベイに連れられてカリン島へ向かいました。お、悟空は、あ、悟空、うひょー、すげー、治った治った。カリン、大したもんじゃろ、わしの作った薬草は。悟空、さあ、あとは3年後の天下一武道会までまたみっちりし修行だ。カリン、しかしもうお主の相手のできるものなどおらんぞ。そうかまだおったわい。神様じゃよか。やじろべ、けーバカバカしい、そんなのいるわけねえだろう。カリン、神に会うことができるのはこのわしが認めたものだけじゃ。悟空、お主はまさにその資格にぴったりじゃ。悟空、どうやったら会えるんだ。カリン、この塔のてっぺんに如意棒を差し込んで、あとは棒を伸ばしていけば勝手に神殿に行く。ほう、この鈴を持っていけ。神に会うことができる資格の印じゃ。おー、悟空は如意棒につかまってどんどん上へ登っていきました。全部ひらがな読みにくいね。あ、でけえ、これが神殿ってことか。悟空はとうとう神殿へたどり着きました。ここは神殿です。誰かいます。悟空、お、オス。ポポ、オス。悟空、おめえが神様ってやつか。ポポ、違う、私、ミスターポポ、神様の次の人。お前、人間なのによくピッコロ大魔王を倒したな。あ、何やった。話す、ポッポ。カリンに認められた印持ってきた。話す、ポッポ。持ってきたよ。調べる、神殿。とても大きくて立派な神殿で、調べる、ポッポ。月人か、次の人じゃなくて。神様の月人ね。使う、鈴。ポッポ、うん、確かにお前、認められたものだ。神様に合わせてやる。悟空、ピッコロ、この野郎まだ生きてたのか。悟空はピッコロによく似た神様に向かって行きましたが、あっさり跳ね返されました。ポポ、落ち着け、ピッコロじゃない。神様、カリンから何も聞いておらんかったのか、あのいたずら者め。その昔、私とピッコロは一つであった。一人の天才武道家だった。ナメック星人とはまだ言ってないよね。そして神になるための修行によって追い出した悪がピッコロ大魔王だ。お前が倒したピッコロはまだ生きておる。そうなの？そして3年後の天下一武道会にはお前の命を狙ってピッコロが来るはずだ。ミスターポポに修行を受けて今度こそピッコロを倒すのじゃ。かくして天界での修行が始まった。お、ポポの出したカード、星の数、技の種類、
漢字のいずれかが同じやつね。いつもと一緒のやつね。失敗3回まで、4回するとそこで修行終わり、行くぞ。難しいね。一緒のやつやら。1の6の部。こいつ2回、こいついいね。次は6の剣。拳の4。拳の4。拳と4が一緒でなかなか出る。次は必殺技の2。必殺技がないし、星のカード5もないもんで、2はでもあるもんで、2しかないもんで、2を出す。ポポどうだ。連続技の7。連続技のあったね。ほぼ一緒でこいつだよね。どうだ。拳の1。拳はあるけど3。6はないもんで、拳を出すしかない。でも1。でも拳一緒やでね。拳出してみましょう。どうだ。今度は蹴りの2。2も蹴りもないけど、漢字の4が一緒なのでこれ。どうだ。今度は、ハテナの7の、7は2つあるけど、どうしようの、連続攻撃で出たっけな。5も、5があるな。ハテナやもんな。何を選べばいいかな。こいつにしよう。今度は7の体力の1。あ、こいつにもあるので1を出せばいいね。今度は蹴りの2で、漢字は4。蹴りがなくて2もないので4。今度は蹴りの7。星は2。蹴りも星もないけど7があるので7を出すと。今度は武器の1を全く失った。イエーイ。お前の修行終わり。お前のレベル5アップ。消える攻撃衝撃波超カメハメハを覚えた。イエーイ。ミスターポポの修行は終わりました。神様、あとは自分自身で修行するのだ。それと修行をする際、この重い道着を着用すると良いだろう。必ずやお前の修行の役に立つはずじゃ。悟空は神様から重い道着をもらった。神様、さあ下界に降りて天界一武道会を目指すのじゃ。悟空、分かった。きたねー。はい、ほんでセーブ。セーブやパスワード。ふぅ、ピッコロ大魔を倒した。イエーイ、よかったよかった。これでスピードをメインに上げていけばいいね。じゃあちょっと全体マップに行ってみようか。わお、広いね。全部行けるようになった。どこ行こうな。まぁ、ちょっと旅も録画しとこうかね。修行修行。コンゴじゃなければいい。あー、こいつも強いな。そう、大した経験値をくれない強いやつ嫌い。でも11も与えれるようになった。だいぶ強くなったな。やっぱ強いなこいつ。必殺技しか出してくるのが弱いね。カードが弱い。強いなぁ。あ、大猿来た。結構銃やもんなぁ。でも弱いカードばっかや。なんでこんな弱いカードしか出てこなくなるやろ。強いやつが。そこがポイントか。銃当たるっちゃ当たるね。1ばっかやん。ほか、わお、避けなさい。手でキャッてやるのやめり。あ、避ける当たるんやね。それ何なの。じゃあそのポーズは一体。うわお、あ、いいや、そんなカードばっかりで。このメフィラフの、あ、よし、ちょっと避ける気になったね。しゃあないしゃあない。よいしょ。
やもん。弱いカード、うわもうさ、本当に舐めとるよね。よいしょ、死ぬかもしれん。こんなやつで死ぬの嫌だな。なんだのそれ、避けでいいよそれやったら。よいしょ、必殺技ばっかやもんこいつ。なんでやろう、なんやこの弱いカードばっかなの。腹立つわ。よいしょ、ほれこいつ強いカードばっかしか必殺技のシーン全てメカデビル腹立つ。あと2回食らったら死ぬな。必殺技ばっかりにお前避けろよ。ちったそれ一番食らうやつやし、うわこの子に及んで。でも逃げよう。チャオズプーアルウーロン、あそういうこと、しまったこれじゃ逃げれんやん。えそういうこと、これ失敗したな、無駄に使ったな。まあいいわ、逃げるのよ、逃げれるわけない。腹立つ、切りまーす。あーもう一回切りまーす。